はい、皆さん、こんにちは。今回は、静岡県の由比港に来ております。デイヤージングを楽しむつもりだったんですが、なぜかですね、寝魚系をすることになってしまいました。そしてですね、動画の中盤で山登りもしておりますので、こちらの方もご覧ください。早速ですね、これはですね、ソイですかね、ソイ系のなんていうんですかね、これは、赤ソイですかね。ワームは、34さんのね、アミエビに似せたような、そんなワームです。でヒットしたんですが、中に潜られちゃいましてね、これは糸が切れるかなと思って、ちょっとドラグを緩めにしながらちょっと格闘しております。さあ、取れるでしょうかね。なんかね、根がかりかなと思ったんですが、ちゃんとね、こう、魚がついてきてくれました。こちらもですね、同じ赤ソイですね。ただね、小さいのでね、これはリリースサイズになります。ワームがですね、ほんと、ちっちゃいので、小さい魚も釣れてしまいます。ジグヘッド本体は 0.6g を使っております。さあ、また釣れましたよ。なんかよく似たのばっかで釣れますね。ワームが釣れたので修正します。さあ、また釣れました。こんな感じですね、4匹ぐらい連続でヒットしまして、大体同じようなサイズですかね。ワームもね、同じものを使い回しております。と、際に投げて、際際でね、狙っております。なんかね、アジの回遊がね、なかったみたいなので、まあ、寝魚に変更して釣るようにしております。堤防のですね、ギリギリ、キワキワをですね、なぞるようにリトリーブしております。この日はですね、全然風がなくて、ほんと軽いリーグでもですね、ちゃんと投げれるような、そんなシチュエーションでした。で、昼からはですね、多分風が出てきて、釣りにくくなると思うので、この朝のね、朝一番が、多分一番釣りやすい時間かなっていう、そういうタイミングかなって思って、一生懸命ね、釣っております。なかなか大きいサイズのものが釣れませんけど、魚の反応は結構ありますんで、まあまあ楽しめましたね。ハリスはメインラインですね。メインラインはエッセルライン、ダイワさんの月下美人ですね、のアジング用のですね、エステルラインの1.5ポンドというね、とてつもなくまあ、弱いっていうか、まあ、細いのを使っておりますね。0.155とか、そのぐらいですかね、号数にすると。ちょっと武器を変えながら、今度は右手の方に投げて、
キワキワをですね、ゆっくりとビールを巻いていきます。これで反応がある時もあるんですが、まあね、そこは釣りなので自然相手なのでね、もう絶対釣れるっていう確証はないですね。もう何にしてもトライ&エラーを繰り返しながらの、まあ、ルアーフィッシングですね、ルアーゲームを楽しんでおります。時々ですね、ちょんちょんとこう竿を煽るような感じでアクションをつけたりして、まあ上棒をですね、魚が見てくれないといけないので、ちょっとアピールをする意味合いを込めてですね、ただ巻きで当たりとかがなければアクションをね、ちょっとつけてで釣るようにしております。そうするとね、反応がある時がありますね。リールは芝野さんのバンキッシュ1000番を使っております。このリールはですね、圧倒的に軽いんですよね。軽いので腕とかに負担が少ない、そんなリールです。今年のフィッシングショーでですね、サンプルを、まあ、触ったりして、もうめちゃくちゃ軽かったので、もう早速で注文して購入しました。まあ、バンキッシュといえばですね、シマノのリールの中でもやっぱり軽い軽量タイプなんですよね。なのでこれよりも軽いとなると、ダイワさんのイグジストの1000番が軽い部類に入り、もう 1g とか 2g とかってそのぐらいのレベルでの差でしかないの で値段は半額ぐらいで買えるので、このバンキッシュはですね、ライトゲームを主にやられる方にはですね、すごくおすすめのリールです。まあ、概要欄のところにね、Amazon のリンク貼っておきますので、もしよかったらね、アマゾンさんのね、サイトを見ていってください。このリールの、まあ、が購入できるようなね、ページに飛べますので、まあ、そのぐらいね、おすすめのリールで、バンキッシュですね。さっきまで連発して、魚釣れたんですが、今はちょっと、反応がないですね。まあ同じワームを通してると、まあ見切られちゃうっていうのもあるかもしれないんですけども、まあ、基本ですね、まあ釣り方としてはですね、このやり方で間違ってないと思いますが、ちょっとワームをね、変えてみるといいなと思います。今ちょっと当たりがあったみたいなんですけど、ワームがずれてましたね。ワームをね、適度に変えないと、結構ずれてきて、一回ずれるとね、やっぱりもうホールド性がなくなりますので、ワームは頻繁に、今度はもうちょっとアピールの強いですね、もうちょっとこう大型のワームにし、ピンテールとかワームですねにしたいと思います。ワームを刺すときは本当にまっすぐ刺すように、まっすぐになるように刺すと泳ぎもですね、メーカーさんの狙った通りの泳ぎになると思いますので、ワームはですね、慎重に刺して、なんならですね、家で、現場でじゃなくて家でゆっくりと時間かけてよく見ながらワームをセットするっていうのも一つの手だと思います。なかなか現場だとね、焦っちゃって、もう早くしなきゃ、早くしなきゃと思って、早く釣りたいんで、焦っちゃって、ワームがうまく刺さらなかったりしたり、まあ中途半端に刺さっちゃって、まあいっかって感じで釣り始めちゃったりするんですけども、本当はそれは良くなくて、しっかりですね、
まっすぐ刺すように、まっすぐになるように刺すようにつけると、まあ超過の方もね多分ついてくると思うんですよね。ワンブーン使う際はしっかりと丁寧に作業するっていうのが一つのポイントかなと思います。なかなかですね詰めてくれないんですよね。まあ、そんなこんなで後半はですね山登りをしますので、そちらの映像もご覧ください。それでは後ほどまた。はい、山にやってきました。由比山っていうね山なんですね。由比漁港から望む山なんですが、この日は天気があいにくの天気でですね、曇り空だったので、なかなか見晴らしもね悪くて、本来ならね富士山も見えたりするそうなんですが、今日はですね曇り空だったので景色がですねうまくね動画に撮れなくてですね、皆さんにはね申し訳なかったんですが、天気がいい時に来ると素晴らしい眺めになるそうです。ほんと360度南はですね太平洋ですね、駿河湾が望めますし、西側には何ですかね、いろんな山々が、で富士山はですね東側の方に、ね、見えるそうなんですよね。で駐車場から本当数分で登ってこれちゃうんですよね。なので、まあ、あえてですね駐車場よりも下の駐車場がまたあるんですけども、そこから歩いてくる方とか、もっとすごいのは由比駅っていうのがあるんですけども、その駅から、ふもとからですね、ここまで歩いてこられる、まあ、登山道といいますか、道がありますんで、こちらでもね、フルに、まあ、登ってこられる方もね、おられるみたいですね。で僕たちは、まあ、釣りの相場だったってこともありますし、一番上の駐車場から、ここから登るっていうことで、まあ、ちょっとしたですね、プチ登山みたいな感じで、楽しんできました。まあ、ほんと数分登るだけでもですね、結構な、もう、脚力を要するというか、意外にですね、日頃運動不足ですと、やっぱりね、足腰に応えたりします。さあ、ここが頂上になります。もう雲がね、いっぱい、周りに囲まれててですね、なかなか下の方まで綺麗に見えないんですよね。本当はここは360度の景色が望めるとこなので、まあ、意外にもですね、お客さんがね、見えてましたね。このロケーションですね。もう晴れてるとね、こっち富士山が見えるそうですよ。ここで、持ってきたね、おにぎりをね、食べました。皆さんね、ここで昼食やら、なんか、お茶なら、なんとか、しておりましたね。はい。再びですね。由比漁港にですね戻ってきました。今度はですね南側向きの釣り竿に耐えまして、西側の方に釣り竿をね変更しました。こちらの方がねなんか空いてたので、まあ動画の撮影とかもね気兼ねなくできるかなと思って、ここに釣り竿をね変更しました。ただですね午前中にいた釣り竿の方が明らかにね、魚っ気がありましたね。
ご覧の通りね、バケツは空っぽです。何も釣れておりません。アジの回遊がね、全く見られなかったので、これは、ね、今日はまあ、一日、寝魚しかないかなと思って、カサゴ狙いで、カサゴちゃんがね、思わず食いついちゃうようなね、アクションの仕方で、ルアーをね、通しています。今回、この場所はですね、初めて来たので、近いとしたら、もう今度は、もうちょっとね、釣り竿を変えてですね、釣りをしてみたいと思います。まあ、地元の方にね、聞けば、釣れてる場所っていうのが大体わかりますので、こちらをですね、目指してですね、今度はデイアージングができるように、ちょっと頑張ってみたいなと思います。なかなかですね、乗ってこないんですよね。当たりはね、あったりするんですけども、なかなか針にかからないんですよね。まあ、そんなこんなですね、粘ってたらカサゴちゃんがね、釣れました。流れ込みがあったところにちょっと通したら反応がありました。今回はですね、この動画見ていただけましたでしょうか。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。